サリナスはカリフォルニア州中部のモントレー郡に位置する都市。人口約15万人。軍裁判所など主要施設がある。サリナス周辺はレタスの栽培地域として知られ、広大な畑が広がる。またイチゴ栽培も盛んである。ベエリアより家賃が安いためにベエリアに通勤する人々のベッドタウンとしても最近人気があり、人口は増加している。サリナス北部には 新築一戸建て住宅の建設ラッシュが続いている。ダウンタウンは昔ながらの商店街が立ち並び長い間錆びれていたがシネマコンプレックスであるマヤシネマズがオープン、再びダウンタウンも脚光を浴びている。ダウンタウンにはスタインベック博物館とジョン・スタインベックライブラリーがある。3ノゼなどの米エリアへはハイウェイ101で約1時間。 日本人観光客も多く訪れるギルロイのアウトレットへはサンのゼと同じハイウェイ101で約30分。水族館があり、リゾート地として有名なモントレイやカーメルへはハイウェイ68で約30分。EN、カリフォルニアステートルート183。人口の60%がヒスパニック系住民で白人は少数派。 ヒスパニック系人口が全人口に占める割合がカリフォルニア州の中でも最も高い都市の一つ。市内の東側は主にヒスパニック系の居住地区になっており、店の看板などもスペイン語だけのところもある。市内にはハートネルカレッジという州立の短期大学があり、実務に密着した授業などで知られる。作家ジョン・スタインベックの聖火ジョン・スタインベックハウス。 有名な作家ジョン・スタインベックの故郷である、その他の著名人、ありがとうございます。